は競馬レース展望の時間です。今日の解説はデイリースポーツの堀尾千秋記者です。振興竹の上でお届けしてまいります。堀尾さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。船橋競馬場で行われましたカシノハオープン、バズーカとダブルファンタジー2頭参戦。バズーカが3番手追走、そしてそのまま3着という結果でした。そうですね。はい、どう見ましたあの。 まあの点からちょっとね、せるような形になったんですけど、うん、まあ最後ね、1着、2着、ちょっと離れされましたけども、うんうん、ちょっと粘っこいレースしましまたよね初めての左回りというところで、あの4コーナー回るときに、やはりちょっと戸惑みました、ね、そうですよね前、投降、2位でしたっけど、えー、あれのときもね、なんか内っ側にもたれたりなんかするときありましたからね。はいはい やはりあの右回りでずっと馴染んでますしなかなかそう簡単にでもこの経験ね、うん、今後、また遠征とかいろいろ勝手になるとは思うんですけどもい、今後に期待したいと思いますダブルファンタジーは8着という結果でしたね、えー、さて3月9日水曜日のレース展望を参りましょう2レース、今日も展望してまいります。 全部で12レースを行われますご覧のラインナップとなります、えー、展望いたしますレースメインの A2 クラスの一戦そして準メインの10レース B1 クラスの一戦ですまずはダッシュ柳津福山駅前特別 A2 クラス準オープンのメンバーです、えー、ご覧の11頭ここは注目は10番東高ビーナスということになりますが堀尾さんの印ですどうぞ <laughs> やはり東高ビーナスあの 一応は B1 からの昇級戦という形なんですが言ってみればこれ A2 におること自体もいけないんじゃないか <laughs> 本来、やっぱりねオープンで活躍してもらいたい、まあ、そういうルール上、このクラスに編入されています今日の看板場と言ってもいいぐらいの実力の持ち主ですからねですから準オープンにおらずもうオープンでバリバリ活躍してもらわないと困ります。<laughs> 困りますよねとなるとこのそのためにはここは負けられない。 一でね、そうですよね、まあ、前々走はちょっと、ね、不安になかったですけども、ね、前走は、ねうん、余裕を持って逃げ切りましたからね。そうですもんね、えー、ですのでここははビーナスやはり てもらいたいなという思いがどこかにありますが強いですよねそうなか、ね、思うんですけどもただあの保留さんば冷静に考えてやはり投稿ビーナス当然だろうというところですそうですねもう点でねあの動けてますしまあうん、うん、少しレース感覚は空いたんですけど乗り込み豊富ですからね、はいえー、で最後まあいっぱいに追い切ってますし長めから、うんはい、も仕上がりは晩年と言ったらいいと思うんですけどもねう ここはもう期待せざるを得ないというトーコビーナス中心で考えましょう。はいね、相手なんですが、<laughs> 7番 A 進入というこれもなかなかの能力の持ち主なので、ね。そうですね。前走のねあの上級性なんですけども A2、うん、なんですけどもね、はい、まあ出遅れてねアリアンだったわけです,ですけども、うん、な調査ですからね、4着と言ってもね、うん、もうメドが立ったということでしょうね。うで,すねうん、ですからあのまず相手筆頭としてはこのまでこう逆転の目というのはちょっと考えづらいですか。 とそれをね、不安としてもそれはあ, <laughs> ありなんですけどもどうなんでしょうねでも、ハヤ颯のほうはありですよね、なんか姉妹を生かす、なんか極端なレースのをした方がいいみたいですからね、前に行ったのと後ろの,の勝負という関係になるんですかね。 まずは相手筆頭,、はい、筆頭ということになりましたそれから投稿ポセイドンですねこの馬にも、ね、復活期待このクラスにいて欲しくないようなよ、ねうね、重賞ね取ってますしね,すねこれもね連続3着でちょっと復調気配がうかがえますしねうん、うん、ここね,あのね両馬がね投降投降で、はい、2>, 2番手で後ろの馬を牽制することもできますし、ね、なるほどね。 はいまあ、ですから、この2投で決まるという高もそうですね後ろから警戒してそのまま流れ込みという関係もあるかもしれませんよね次、4番手となりますとどうしますか L 王者ですかね、はい、これ前走19度マイナスでどうかと思ったんですけど、ね、そうそうで,しし、ね、でもあのこの辺のなんかバター以上減った方がいいんですかね、<ー>なんか足がすごかったですもんね。 うん。えー、ですので、まあここもやはり上位の争いというのは当然できるんじゃないかなと。二、ね、番のアポロパレスこれはこれは前走はなんかちょっと。 勝を意識するしたというか前に行った分、ちょっとね、それがちょっとバてたんですけどもどちらかというと控えていくタイプですしね、なんか控えたほうが結果が出ているというか、癒し使えるみたいですけどもね、ここは無理やり設定前奏いうようなことはないと思うんですけどもね、そうですかはいまあこういったあたり、の印のないところで気になる馬、それは一番ですかね、前奏のあれ見たら、あ叩いて上積みがこうみた前奏がねちきっちり2着ですからね。 はい、今回もまたね、うん、構想してもおかしくないと思うんですけどもね、能力高いですよね、はいはい、期待したいところです、あとね、あの9番、大震ウィーンも末足切れるんです,そうです、ね、なかなかそこまで印が回らなかったと。<laughs> いうところでしょうか。はい、はい。それではオリオさんの解明見ていただきましょうか。あ、ここはもう一着二着を固定するという形ですね。そうですね。はい。十番東京ビーナス一着二着に七番 A 進はやって、で三着に印のあるところで十一番三番二番そして印ない一番のコパのジョージまで押さえてと,と。そうですね。いうところ。まあこれ一着二着固定できればね。はい。もうそう流していっても絞れば9で,、ね、でもいいんですけど、ね。絞れます。あの九点ですからね。はいはい。まあここはあえて絞ってというところですが、四、はい、点。まあですからちょっと。 気になる馬も押さえておいていいんじゃないかなというところですね,ですねはい、はい、メインレースのダッシュ柳津福山駅前特別4時ちょうどの発送、えー、それから準メインの10レース行きましょう b 1クラスの特別戦ですここは11頭立てとなりました、えー、やや印もばらけるかなという印象ですがここは堀尾さんの印ですどうぞはい、11番西のクラレットまあ確実な末足を持ってるんです,がですけどもねなんかここはね 高級馬とかいろいろって白昼というか実力が白昼というかかそういうメンバーですもんね、うん、人気は分散しますね、はい、で西野クラレットこの末脚にかけるというとそうですね末脚かけてちょっと久々のね、うん、専用にちょっといいかなというあれでしたんですけどもねうん、うん、最近ちょっと距離伸ばしていって対応してましたからねか距離適性はなんか長短別にあるんですけどもねちょっと専用に今回書いた時点でちょ,、はい、ちょっとその辺でちょっとクラあと 本命というところに挙げたんですけどもね、やっぱり短距離の方がいいんじゃないかなというところですね、相手には、まあ、これまたいい末足を持っている赤シャツハる3番ですね、そうですね、うん、もうこれもね、4走前にこのクラス帰ってますしね、前走戦200ですけれどもね、うん、これがあれですけど、戦4はね、ベスト距離というか、そういう距離ですからね。 はい確実な制圧を持っていますそれから七番のクラウンシュバルツですねこの馬の扱いというところが一つポイントになってくるんですよねそうですよねあの中央からまあ転入所戦ですけどもね、うんえー、あの地方のね名古屋と笠松ですかね二、はい、勝してるんですよね,すね中央大関人ね、うん、まあこ小回りコース得意というか深い馬場面がいいというかね、はいうん、でなえー、っと笠松の時はね三歳であれえー、っと小馬を こばを撃退してますしねほうほうほう。もうここは頭まであってもおかしくないです、ね、というところで。と全然そのね、あの、そのだの馬場経験してます。そうなんですよね。その考え方、あのクラスで交流戦の A. 2ですが、ここは B. 1ですから、ね。条件的には甘みがあるという。なるほど。ことは言えると思うんですけどもね。そうですねはい。はい。はい。その他には一番のとこ10番ハブーブと印が入りました。はい、まあ、一番もね、うん、あの叩いて、まあ、高級戦という形に。はい、あの。 うん、うう大垣はあるかなという感じなんですけどね。 ちょっとそのまま行ってしまってもね実力的には逃げ切りもあるんかなと思うんですけどもね、うんはい、人気どころが結構差しをがっていましたからね、はいはい、それから十番ハブームちょっと当てにならないところはあるは村掛けというかこれでも鮮やかな時はありますからね、うん、村掛け校で、うん、な,なんかそういう点で一発秘めているからというアレなんですけどもね,、はいうん、ねさあ回目ですがどうなりましたでしょうかあ、ここは難しい戦ですが一着二着をまあ二投軸裏表にしておいて相手に 7番、1番、10番、8番、11番と3番この2頭を軸にしてという狙いですね。すねはい、まあもっとなんか手広くいきたいところですけど。そうですね。なんかって押こは全部変えるというようななんか雰囲気のね、<laughs> そ,うですそうです。組み合わせなんですけど。ちょっとコンかもしれません。はい、お楽しみください。ジュレース B1 クラス3時25分の発送です。えー、今日は堀尾さんの解説でお届けいたしました。堀尾さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 その中ではこの後のご覧の日程でレースが行われていきます、えー、8日、9日、10日と今週3日間そして来週は15、16、17とまた3日間それも火曜水曜木曜の日程で行われますどうぞお楽しみください、えー、多地クのグレード競争の場外発売も行いますこちらに兵庫県からの参戦する馬もいますのでどうぞご注目ください えー、そして今日は田中マナ氏が1日5勝の固め勝ちを見せました完全復活なる田中マナ氏をこの後もお伝くださいそれだければえば、ー、今週もどうぞ残り2日間楽しんください